下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして、なんだあの変な敵は。地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。ここの通路は昔からあるみたいですけど。情報はありませんね。これは死体。トゥビー、あれ破壊された。エイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていくと変化。ネットワークの上に芽生えた地層、創造主もそれを了解する。大した自分は必要にしない。自分たちの創造主を倒すのね。いいんだ。そんな奴は植物のように単純でくだらない構造の生き物に価値はない。私たちは月に人類。そう、人間を魅力的に。同じ種族で大量に加入しようと思うのは単純。その行動現場は目を向かる不可解性。私たちはその真実に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う。そう、月にいる人類を引きずるように生きたまま分解して分析して、その秘密の全てを暴き、こう僕の手に。そんなことやらせるわけないだろ。トゥビー、この奴らに惑わせるためだ。じゃあ交渉は決裂というのだ。滅ぼす力を君に。ここにいる怪物、宇宙人。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。
文句言わない、ナイエス。スビさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ。地上にボディを残したまま、バンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。